本日は NHK 特別番組をお送りいたします。春場所で横鎮綱昇格を決めた大金玉の海、その横鎮綱として初場所となる鎮王山の陣千秋楽、その中継を急遽番組を変更しお送りいたします。本来放送予定でした試してガッチンポコチンポロリもあるよは放送日程を改めさせていただきます。ご了承ください。初横鎮綱大金玉の土俵入りです。対するは去年の夏場所で無敗の横鎮綱鎮宝、去年の春場所では大金玉の海が鎮無双で敗れています。お互いの勝敗は2勝と4898敗、鎮宝のチューリップ満開、調子が良さそうです。大金玉の海としましてはやや苦手意識がある鎮宝相手ですから、初横鎮綱として堂々とした相撲を見せてもらいたいです。さあ時間いっぱい土俵入りです。横鎮綱の新旧対決、大金玉の海、好物はブルーハワイです。声援が飛ぶ満員の館内、手はつきません。お互い軽快なステップ、やや鎮宝の動きが硬いか、ここは鎮宝の差し手を強引にジャンプでかわしました。背後を取ったのは大金玉の海。しかし鎮宝を動じる様子はありません。大金玉の海はここから大きく手を広げました。リーチのある両手で回しを狙えるか、ここは強引に行きました。大金玉の海、まずは鎮宝をもろ出しです。鎮宝少し足が折れてしまったか、心配ですがどうでしょうか。大丈夫そうです。2本目の取り組み、鎮宝の対応力はどうでしょう。さあこの横鎮綱、細かい連打、回しを取られるのは嫌ったか、しかし少し乱暴ですが大金玉の海得意の形、ここは尻相撲。土俵際の鎮宝ですが慌てる様子はありません。大金玉の海エア釣り出し、空間を司りました鎮宝。これがまさしく横鎮綱相撲です。大金玉の海もこれにはしてやられたという表情です。3本目、ここまでは全くの互角、立ち合いをやや大金玉の海が有利な形を作っていますが、それをかわしていく鎮宝。ここは大金玉の海勝負に出ました。鎮宝かわせるか、発進。鎮宝冷静でした。苦しい体勢でしたが鎮宝針に穴を通すような足さばきでした。さあ大金玉の海が動きませんが生きているか、生きているようです。さあ4本目、スタミナは大丈夫か。お互いまずは回しを探しに行く素振りはありません。この間合いは大金玉の海の得意の形だ。大丈夫か鎮宝、何が何だか分かりません。行司死亡で決着となりました。やはり両横鎮綱実力は拮抗していますね。自分の相撲を取れた大金玉の海、次場所が楽しみな結果となりました。